皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はクロノマギアのファミ通紹介をしていきたいと思います。特集、異世界クロノカルディアに集う異世界クロノカルディアに集う能力者たちが火花を散らすクロノマギアの配信日が迫ってきました。全6ページで注目の情報を公開します。今回は2ページ分公開したいと思います。クロノマギアは能力者の固有技、マギアスキルとクリーチャーなどを組み合わせて戦う奥深い戦略が楽しめる対戦型カードゲームです。配信が間近に迫ってきた今回はゲームの概要や独創的なシステムを改めて掘り下げていきます。人気イラストレーター陣が描いたクリーチャーの中から注目の能力を持つ者たちも登場紹介します。4月配信予定、クロマギ注目情報をお届け。ではカード選びカードを選んでデッキを組みましょう。デッキは20枚で構成されて、同じカードは2枚までセットできます。デッキを組んだら1対1のバトルに挑んで、お互いにカードを駆使して攻防を重ねていきましょう。先に相手のライフをゼロにした側が勝利となります。能力者によってステータスに差はありますが、カードの育成には制限がありません。好きなカードをデッキに組み込んで自分なりの戦略で戦いを楽しめます。能力者1、怪盗女子高生進藤佳林。イラストは日野慎之助さん。キャラクターボイスは花森美由里さんです。古の時代から受け継がれる月読み信仰の一族出身の少女で、行方不明になった父を探して旅をしています。もう誰も失いたくないが決め台詞ですかね。では続きまして、見方はちょっと説明では分かりにくいので、ここでちょっと天才考古学者のゼータを紹介します。ではイラストは日野慎之助さんで、キャラクターボイスは柿原哲也さんです。時が人を滑るのか、人が時を滑るのか。天才的な頭脳を持つ考古学者で、考古学者の両親同様、本人も少年時代から遺跡の発掘や研究をして育ってきました。ではクリーチャーを紹介します。妖精剣姫プシュケイです。妖精剣姫シュプケイ、スカルデーモン、プシュケイ、妖精剣姫プシュケイ。イラストは日野慎之助さん。スカルデーモン、イラスト高村秀明さん。天空竜浦野、イラスト伊藤陽一さん。気合の詩人オルペウス、イラストは一徳さん。仮面の魔女キルケー、イラストはシシザルさん。海霊アトランティス、イラストは足立陽介さん。ニュンペー、イラストニンニンさん。斧のマシンラブリウス、イラストはレアエンジンさん。多彩なクリーチャーを活用します。約200種類ものクリーチャーが登場する本作は、クリーチャーたちはサモン時や死亡時に特定の効果をもたらすなど、それぞれに特徴があります。彼らの性能を理解した上で自分だけの最強デッキを構築していくのも本作の醍醐味です。イラストレーター陣が手掛けた美麗なイラストのクリーチャーを自由に組み込んで戦いに生かしましょう。スキルを使った際の迫力の演出にも注目です。という感じですかね。というわけで今回はこの辺でクロノマギアのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。